初めましての方は、はじめまして、そうでない方は、こんにちは、こたつです。クッキングシミュレーターやっていきたいと思います。まず、準備フェーズ終了。いきましょう。さあ、何が来るかな何が来るかな何が、はい、ステーキでーす。ステーキでーす。ステーキでーす。ただ、ステーキよりも、先に、じゃがいもを、じゃがいも、バンズがここに置いてあるってどういうこと？よいしょ。こういう時ボール、まな板じゃなくてボールがあるといいね。で、これを、6。1、2、3、4、5、6。で、これを、これをさ、15だから20個分に切るってことだよね。20個分に切るって難しいよね。まずこの状態10個に切れるようにしなきゃいけないよね。無理でしょう。転がるし。やっぱ転がさないようにしないといけないのかな。あー。よ。これポテトチップス状態だよね。薄切りにして。はいよ。よ。で、はいよ。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 なんか埋もれた。よ。ポテト状態、無理だよ、どうやってやってんだろうね、みんな。で、これを、はいよ。よいしょ。よ。で、これ、もう一個を、しよう。1、2、3、4、5、6。OK。で、切る。よ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 。消えるんですけど、途中。物が消えるんですけど。物が消えるんですけど。物が消えるんですけど。ダメじゃん。よ。この上に、はいよ。さあ、前回からね、スキルパークの方が適用されてないんだけど、ちょっと調べたら、そういうバグがやっぱあるみたいで、ちょっとこれはね、またパークなしで頑張るしかないという状況ですね。つけて、はい。で、この間にステーキを、調理いたしましょう。ステーキを、塩コショウ4。もう両手でやりたいよね。あ、間違えた。あ、ミスが入った。1、2、3、4。さあ、でか、これを、焼く。で、その間に、次の注文って来てたっけ？まだ来てないよね。来てないね。で、ん？あげるって書いてあった。ごめん、あげるって書いてあった。あげるだった。ごめん。ごめんね、もったいないことしたね。あげるんだったな。これはあげるんだな。ポテトがなんかあそこに隠れてる。マジか。よ、じゃあ、貯めといて。そろそろ出かけたかな？開けたな。危ない危ない。早いもんな。お、
よ。で、20個になるように切らないといけないんだよね。いや、もう。よっ。お。よいしょ。よいしょ。お、大量に落ちてる。よいしょ。あー、落ちた。本当はダメですよね。何回も言いますけど、これはやっちゃダメですからね。食中毒になりかねないですからね。一発で営業停止ですからね、食中毒やっちゃうと。ね、おぉは？ちょっと待ってよ。ちょっと待てよ。ちょっと待てよ。持った状態で、あ、こうすればいいのか。こう、こう、こう、こう。よし、オッケー。あげまーす。オッケー。大丈夫かな、ステーキ。ちょっと。手で掴めないのがほんとなんか悔しい。よっ。で、かけといて。あー、ここになんか余ってる。いや、ぽい。で、これも、上がったかな？あ、上がったね。じゃあ、はい。で、これを、これ、この高さじゃないとダメなん？で、これがいるんだよね。菜箸ないのかな？よっ。おー、はいはいはい。OK。で、なんだっけこれ。ローズマリー。ポテトが落ちた。落ちた。肉が落ちた。肉じゃない。肉見えねえけど、あった。ギリ乗ってる。オッケー。もうはみ出てるけど。おー。オッケー。オッケー。オッケー。はい、次。次が？え、次は？はい、それね、この間失敗したやつね。マグロは、こっちか。あ、なにこれ。チェダーチーズ。え、もう？よいしょ。違う、これか。これに、胡椒を。1,2,3,4,5 で、塩5 1,2,3,4,5 で、焼くで、次レモンを4等分にするんだが、4等分でしょ？4等分4等分。1、2。さあ。これでいいのかな？輪切りって難しいな。あ、そうだ。スープ、トマトスープを、
温めるか。これ電子レンジで温めるか。え、あれなんか皿が乗ってる。あれ皿の、あー、ちょっと待んない、あートラブル発生、トラブル発生、トラブル発生、マングロが焼けすぎる、トラブル発生、あーっとあった、トラブル発生よっ、いや、まあ、よっ、トラブル発生です。温めらんねえの、何のための電子レンジでだよ、本当に。マジ？飾りかな？置けないんですけど。もういっか、もうこのまま出そう。はい。最悪、冷めたスープ。あ、でも、え？これ冷めてもいいのかな？あ、冷えすぎ。冷えすぎでもこんなにいいの？なんか、めっちゃいいじゃん。あ、焼けたかな？もうちょいか。おー、早い。焼けたかな？オッケー。で、皿。皿。お玉が邪魔。頭が邪魔。OK。で、これに、輪切り。あ！レモン投げて割れるってどんだけ脆いねんな、この皿。マジかよ。今日なんかやばいぞ、ちょっと。なんか、ちょっとやばいぞ、今日は。なんか事故が多いぞ。あ、向こうに落ちた。レモンどこ行った？あったあった。で、これを、こうして、で、あとなんだっけ。オレガノ、こう、2個だっけ？あれなんか落ちなかった？あれレモンなんか1個落ちてない？あれレモン、あれレモンどこ行った？あれレモン、あれレモンレモン、やっぱこれ全部乗っけた方がいいのかな。ちょっとレモン全部持っていこう。よっよっ、オッケー。あ、オレガノはオッケー。さあどうだ。最悪。何？加熱のミスだけでこんなに違うの？マジ？早いな、ちょっとやばいよ、ちょっとこれ、待って待って、ハンバーガーとか待って。よっ。これを、4。で、タイム6。で、オイルを300じゃない、30。12だろう？ 19。これくらいか。あれ？ 25？ あと5か。あと5難しいな。あと1難しいな、これ。ほっ！あれで3か。あれで3になるか。
さあこれで焼いて、これ結構時間かかったから、その間にじゃがいも2つ、じゃがいも2つを、これは天板だったよな。で塩、はいか、ちょっとこれ、1,2,3,4,5,6 6だよね。6で、違う、で、これが6等分？違うわ、1つが150だから3個に分けなきゃいけないのかってことだよね。え？おかしいよね、それは。それおかしくない？この形は良くなくない？この形は良くないでしょ。よ、これか。はい。で、これを、よ。よ。よ。OK。OK かな。お、余裕だね、これは。で、次のメニューを、バンズ、天板で焼く。天板が、80だから2枚じゃないかな。よっ、ちょっとこれ、綺麗に並べないと。焼けすぎ、焼けすぎ、あれ、あ、そうだ、こっちの向こう側に落ちたんだ。ちょっと待って待って待って、向こうに落ちたの拾えない、拾えない、拾えないよ。ちょっと拾え、あった、拾えた、オッケーよっ、お、オッケーで、で、次が、バーガー肉。で、あれ？で、三。じゃがいもは？じゃがいもちょうどいいな。あ、ちょっと待って。バンズがもう焼けてんじゃない？あー、焼けてる。さあさあ。ひぃ！バンズー、ちょっと待って、皿がねえ、皿がねえ皿がねえ、あー割れたかと思った。で、お、するとあれだな、できるんだな。あー待ってー待ってー待ってー、いろいろ事故る、いろいろ事故る、いろいろ事故る、今日はやばい。これで3枚目だよ、今日だけで3枚割るとかやばいな、今日なんか嫌なことが起きそう。で、で、あとなんだっけ、これは。以上。はい。お上がりよう。ふぅ。よ。で、あ、切ってね、これ。で、
3 1 2 3で1 2 3で約はこれだよね。で次がかく両面いかんの中に入れる、皿に移す。トマト、ちょっと待って、なんかいろいろとトマト、玉ねぎ、チェダーチーズ、これで見ていいのか。トマト、トマト、バーガー、チェダーチーズってどこにあるんだ。トマト、玉ねぎ、チェダーチーズってどこにあるんだ。冷蔵庫だ、これか。え、これをどう切ればいいのこれ。と、チェダーチーズが150だから半分で75。え、どう切んの。あ、やばい、そろそろ肉か。やばいやばい。お、やばいやばいやばい、いろいろやばい。で、これで65で、これで35。あ、ちょうどいい。これを、え、これどうやって挟めばいいの。え、押して、押して、トマト大変よっ。あいいかもしれません。なるほど。あ、すいません、すいません。あ、ちょっとハンバーガー難しくないですか。ハンバーガー難しくないですか。ちょっと、え、だってさ、トマトとか半端なんだけど。捨てよう。はい、マジか。掃除です。掃除、掃除タイム。いや、今回やばいよ。皿何枚割ったのこれ。3枚。いやー、今回ちょっとな。何、なんで。さあ、じゃあ、てい。終わりましょうかね、今日もね。はい。やべえな、評価下がったろうな。結果的には上がったけど、3ほど。3? うわ、収入少な。うわ、レベルが上がらなくなってきたな。じゃあ、なんかちょっと大変そうなんか。大変そうなんか多いんですけど、ペペロンチーノ美味しそうだけど、ポテト系はいいや。じゃあこれは、うわ、なんか大変そう。粗挽き唐辛子、飾り用パセリ。すげえなこれ。これなんか大変そうだぞ。とりあえずこれでいいや。はい、次回11日目をお送りしたいと思います。ちょっとね、なんか最近だんだんと難しくなってまいりましたね。はいね、まあちょっと頑張っていきましょうかね。本当に
お、あー、あー、なるほど。こういうことができるんだ。こういうのができるんだ。へー。へー。他のはないんだ。他のはないんだ。でもお金そんなないからな。ねえ。いやー、ははーって感じだよね。はい。ではですね、また次回お送りしたいと思います。また次回お会いいたしましょう。じゃあね。